ジム・ウォルークはアメリカ合衆国のミュージシャン、作曲家、プロデューサー、エンジニア、マルチ奏者、性の発音のより正確な金天社として、オロークの表記も可能。シカゴのアイルランド系の両親のもとに生まれる、大の新日家。自身のアルバムのジャケットイラストに漫画家の友沢みミミを採用したこともある。アルバム、ユリーカのイラストは、 広骨とした表情の全裸の中年男性が小さな、小さな、うさぎちゃんの顔を股間に押し付けているイラストであり、音楽のみならず、ジャケットの芸術性の面からも、非常に印象に残る作品となっている。手掛ける音楽は、アバンギャルドジャズ、ノイズミュージック、エクスペリメンタルポップ、ロック、オルタナティブ、ポストロック、映画音楽など、非常に多岐にわたり、ジャンルを特定することは困難。 好きなアーティストとして、ジョン・フェイヒー、バンダイク・パークス、デレク・ベイリー、竹光・トール、小杉・武久、高柳正幸、メルツ・バウ、細野晴臣、加藤和彦、み蜜・パイ、金・信之氏、花たらし、戸川淳、若松浩二などを挙げている。オルタナティブ・ロック・バンド、ソニック・ユース、ノイズ・ロック・バンド、ガスター・デル・ソル、ドラッグ・シティ・スーパー・セッションに在籍。 ソニックユースでの担当楽器はディボーチーリー。現在は様々なミュージシャンとセッションに加え、カフカイビキ、石橋英子ともう死んだ人たち、前のケンタとソープランダーズなどのプロジェクトに参加。またジム・オルーク名義でのライブには有名ミュージシャンをもじったネーミングのバックバンドと共に出演することが多い。スウェーデンのシンガーであるスティーナ・ノルデンスタムの熱狂的なファンで過去に 自らスティーナをプロデュースしたいと何度か申し出たが、断られている。その他にも多数。ジム・オルーク。CD ジャーナル。2018年9月8日閲覧。オルークプロナンシエーションハウツープリナオンス。オルーク・イン・イングリッシュ。ハットメルト・バナナ・バイオグラフィー・アル・ミューズイック。アーチスト・バイオグラフィー・バイベント・シグ2014年4月13日。閲覧。ジム・オルークをエンジニアに起用した楽曲も。 チャットモンチーの最初の変身の全貌が明らかに。ケティック2014年4月13日閲覧。クルーリー、オンウェブディスコグラフィー2014年4月13日、閲覧。アキラ・サカタ、ジム・オルーク及ばれアット・ディスクックス2014年4月13日、閲覧。ジム・オルーク&、サカタ・アキラの相当ライブアルバムが発売。セディ・ジャーネル・ニュース二千十四年四月十三日、閲覧。 前の健太が、新バンド、ソープランダーズ結成全国ツアー2014年4月17日、閲覧。前の健太アルバム、俺らは、肉の歩く朝全貌判明ツアー2014年4月17日閲覧。本物の歌は、人を魅了する。長谷川健一インタビュー音楽インタビュー。シンラ、ネット2014年4月17日閲覧。 坂本は2017年2月で降板し、同年4月から宇宙兄弟の作者で知られる漫画家の小山中成が担当。ありがとうございます。